はい、本日ですね、こちらノースフェイスさんからなぜ案件が来てないのというところでね、考察していきたいなと思いますということなんですが、これ一部ね、ノースフェイスの、ジャケット、購入者ジャケットっていうのをこれずらっと並ばさせていただいております。それ以外にもこの後ろ、カメラの後ろ側に山ほどノースフェイスがあってですね、過去今まで買った額で言うとですね、多分400万とかもしかして500万とか言ってるかもしれないんですけど もう僕も途中ぐらい数えておりません。100万超えたぐらいからもうなんぼ使ったかも考えんようにしてるんですけども、じゃあそんだけノースフェイスの紹介今までしててですよ、お前は案件来てないのか、いやもしかしたらこっそり案件してたんちゃうかっていうところのねお話とか、まあ結局聞かれると来てないんですけども、じゃあなんで来へんのかとかっていうところをね、一緒に考えさせていただこうという今日は動画になっております。ではまず最初に、ほんまに案件来てませんかとか、こっそり今までやったことないんですかっていう話からいきます。やってないんです。一回もやってないんですということで、そもそもお声もいただいてないんですということなんですが、なんでねこんだけ紹介してもこうへんのかなっていうね、原因をちょっと皆さんで考えていきましょう。まあ、僕が思う原因というのがですね、まず最初に、僕レベルに、案件を出すとですね、ブランドイメージが下がる。まあこれは真っ当にありますよね。こんな金髪でこんなわけわからん格好してペチャペチャ喋ってるやつに案件なんか出したらブランドイメージ下がるじゃないですか。世界のノースフェイスさんがですよ、そんな YouTuber の大阪のわけわからん金髪のやつにね言ったらね、ちょっとそれはやんま良くないよねっていうのがね、まあ原因の一個であるかなと思うし、それ以外にもね、もし仮に100歩譲ってね、一回じゃあ案件依頼してみようってもし仮に会議でなったとするじゃないですか、ちょっと YouTuber に案件依頼しようか、ほんなら誰がおるってそのホワイトボードの中に僕の名前がねパッて出たとしたとしてもやで、こいつって別に案件出さなくても自分で買ってやってるくないっていう話に多分なると思うんですよ。もし仮に僕がそのホワイトボードにおればですよ、いてたらっていう話なんやけども、もしおったら別にこいつに案件渡さんでも勝手に自腹で買うやろ、ほっとったやろってなるじゃないですか。だから来へんのちゃうかなとかって思ったりはするんですけども、じゃあもし仮にね、その審査をくぐり抜けていって、かのあの有名なノースフェイスさんからですね案件が来たとします。そしたらどうするんですかっていう声ですよね。応援していただいている方もね、いやノースフェイスから案件来へんかなって待ってるんですって言っていただいたりすることもあるし、いやノースフェイスから案件来るように頑張ってくださいって言われたりするんやけど、もし仮にじゃあ僕のところに案件がほんまに来たとします。案件来てね、じゃあ拓郎さん、私ノースフェイスの営業広報担当の誰々です、YouTube でこれ紹介してくれませんか、もし仮に言っていただいたとしてもですね、まあこれはですね僕はお断りさせていただこうかなと思っております。これはね強がってるわけじゃないですよ。いきなり案件来てね、お前今まで案件せえこうへんかったから俺はもうちょっと一回断るわっていう、そのツンデレ状態ではなくてですね、なんで断るのかというとですね、これもし仮に僕が受けちゃったら、この受けた動画以降の動画、いくら自費で買ったとか自腹で買ったって言ってももう皆さん信用してくれへんでしょ。いやいやあいつ一回ノースフェイスと絡んでるからまたなんかあるでとかって思われたりしたら、僕のレビューとか僕のデメリットとかおすすめの人が言うてんのが全部うさんくさく聞こえるんですね。今ですらうさんくさいのに、これ一回手組んでもたら二度とこっからうさんくさい状態で見られるじゃないですか。やけど今までねもう一回も案件いただいたことないんです、全部自腹で買ってるんですって言いながら喋ってるからね、あなるほど拓蔵の言うことには信憑性あるなとかね、あ確かにそう言われたらそんなあのデメリットあるかな、おすすめさあるかなって思っていただけるんだけども、一回でもこう手をつないで大人の状況で裏でねこそこそこうやって手つないじゃったら、次からレビュー動画作った時にこいつは案件だとかなんだとかいう信頼を失ってしまうので、僕はその信頼の方がちょっと大事だなということになっておりますので、案件はお受けしません。まあ農政さんから言わし見てもですね、案件なんかお前に出すかっていう感じなんですけども、もし仮にいただいたとしても僕はやらないというスタンスで、唯一もう条件見る前に断るのがノースフェイスだけです。他はね、パタゴニアさんとか行けられたら、あじゃあちょっと考えさせていただきたいなとかね、まあもし仮にアークテリックスさんがいただいたら、あちょっとじゃあお話させてくださいって言うんだけども、ノースフェイスさんからもしいただいた場合もこれはもう無条件でノーということにねしたいなと思ってます。なんでかというと信用がなくなるから、視聴者さんの信用なくなってきて、あいつは裏でつながってるでって思われたら困りますので、お受けしません。ちなみにですね、ここ全然関係ない話ないけども、僕が、受けてる案件ってね単価があるんですけども、こんなこと言ってる YouTuber 他に言ってないでしょ。僕は全然言うんですけどもね、一応40万以下はお断りしてるという状態なんですね。だから40万以上になってるんですけど、もしノースフェイスさんから100万円ですって言われてもね受けません。200万って言われても受けません。ただ1億とかって言われたらね、ちょっと考えさせてもらっていいですかと、こんだけ僕受けへんって偉そうに言ったけど、いや1億円も出していただいてからね受けましたなんて言うかもしれないんですけども、まあそんなことはないでしょう。なのでも
し仮にオファー来たとしても、まあ、受けないということにはなってるんですが、ただこればかりはね、未来になってみないとわからないんで、まあ、今の段階で受けへんって言ってるけど、結局じゃあ、来年とかにね、実は農政さんからの案件なんですとか言ってね、新商品はこちらなんて言ったりしてるかもしれんけど、もうそうなったらズブズブの関係でやっておりますので、その時はね割り切ってみてください。あ、こいつはもうズブズブの関係で今やってるんだなと思っていただいてね、見ていただくのもいいかなと思うんですが、まあ、現時点では何を言ったかというと、来ておりませんと。とにかくそんなお声一回もかかったことないし、今後もおそらくかからへんねんけども、もし仮にオファーがいただいたらどうするんかとか、なんでオファーいただけないのかっていう話をね今日はさせてもらったんですけども、セレクトショップさんからの案件は、いつでもお待ちしてます。だからセレクトショップさんから農政紹介して、ここの農政紹介してたらそれはやります。全然ね尻尾振って近づいていきますので、その時はぜひぜひよろしくお願いします。ということで、まあこうやって応援していただいている方もね、農政からの案件たくさん待ってるんちゃうかなと思っていただいたかもしれないですけど、実は待ってないと。でお互いそれがウィンウィンなんですね。僕も僕で皆さんから信用していただける、で農政さん農政でただでこいつレビューしてくれて宣伝してくれてるということなんで、お互い今ウィンウィンの状態でつながってると僕は思ってるんですけども、そういったことでこの関係を崩さないためにも今の状態のまま行きましょうって僕はね、そう言っていただいてるんじゃないかと思って、まあ、日々頑張らせていただいてるんですけども、まあ、これからもそういったことで農政の紹介とかパタゴニア、アークテリクス、いろいろもろもろやっていきたいなと思いますが、とにかく案件の話は一回ちょっと僕にください。で僕尻尾振って近づいていきますけど、ノースエースに関してはちょっとお断りするというのが現状の考えということになっておりましたので、もしかしたらねそろそろ来てもおかしくないのになーとかと思っていただいた方は、あ、そういったことでお互い利益があるんだと、案件しないことでお互い今利益、信用をもらえるっていう利益と、あと広告勝手にしてくれるっていう利益がね、つながっておりますので、今こうやった硬直状態、まあロシアとアメリカみたいな冷戦状態になってるんですけども、僕勝手にそうやってロシア側になってるのかな、そんな強い力じゃないんやけども偉そうに言わせていただいたというのが今日の動画になっておりますので、ということで、本日はですねノースフェイスから案件が来ない理由を考察してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。